どうも町田と佐々木でエヴァス申します。お願いします。ありがとうございます。俺の友達でさ、はいはい、犬飼ってるやつがいるんだけど、はい、なんか最近子犬が生まれたらしくて、うん、1匹譲ってあげるよって言われて。そうなん。そうそうそう。うん、ただ俺のアパートさ、ペット禁止でさ。おお、じゃあ飼えないの。だからその町田の家で飼おうかなと思って。なんで？無理よ俺んちは。ん？4畳半しかないから。いや大丈夫大丈夫。いや大丈夫とかじゃなくて。俺もたまに行くし。なんでたまになんだよ。お前は毎日来いよ。なにそのたまにって何 どれぐらいで来ようとしてんの。日本ハムが勝った日は絶対行く。全然来ねえじゃんお前。育てる気なくない。いや大丈夫、一緒にゴールデンレトリバー育てようよ。おいでっかくなる犬だなおい。ゴールデンレトリーバー、うん、お前そんな今はちっちゃくて可愛いかもしれないけど、お前この先大きくなったらどうやって飼うんですか。あ、もうこれ以上ね大きくならないから大丈夫だよ。なんで。もう7歳だから。成犬なん。え、ごめん、どういうこと。なんか最近生まれたみたいなの言ってなかった。いやだからその6匹ぐらい生まれて、うん、なんか好きなやつ1匹選んでいいよって言われたから、うん、親犬もらった。なんで親犬もらってんだよ。うん、あんまそういう時親犬もらわないよ。なんで親犬もらったん。やっぱでかい方がかっこいいかなと思って。おいジープ買う時か。でかくてかっこいい、ヤンキーがジープ買う時だけの感覚だから。いやいいじゃん、一緒に育てようよ。もう育ちきってんのよ。お前7歳だろお前、うん、それ人間で言ったらもうだいぶいってるだろ。いや人間で言ったらね、まだね49歳ぐらい。めちゃくちゃおっさんじゃねえかおい。おっさんだろ49歳は。いやおっさんじゃねえ、だってキムタク今49だからね。いやキムタクはもう例外じゃんそれは。あと反町隆史も今49だから。まあ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 、あと松井秀喜も49だから。松井秀喜はおっさんだろおい。お前なんで元ジャニーズ出す感じで元ジャイアンツの4番バッター出してきてるの。松井秀喜おっさんだろ。松井秀喜ってもうおっさんなの。いやどう見てもおっさんだろ。じゃあ松井秀喜ってもう育たないの。もう育たねえよ。松井秀喜はもうとっくに長嶋監督が育て上げてるから。ああそうかそうか。俺たちにやれることはねえよ。ああよかったよかったって。なんだよどの目線で喋ってんだよ。ああ、まあ、こんな反対されると思わなかったわ。いや反対するだろそんな。飼い犬に手噛まれた気分だわ。いや誰が飼い犬だよ。どうもありがとうございました。